お、さっきまで部屋にいたのに瞬間移動。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。まあ、今回最後まで言ったよ。ほいほい。あら、大きくなって。ほうほう。コロコロ成長の壁に旅に立つか、マンションに一人暮らし建てようと思います。どちらがコロコロ壁になるでしょうか。まあ、旅に出させようか。旅に出すとこの島からいなくなります。よろしいですか。たまには帰ってきてね。そうですよね。それがいいと思っていました。うん、立派な大人になるために旅に出て自分を磨こうと思います。立派になって帰ってくるんだよ。旅に出る前に何か整えた方がいいでしょうか。うん、このまんまでいいと思う。そのままで。旅先で出会った人に何か伝えたい言葉はありますか。よし。ら、らい、んがカタカナやった？台湾さんのんやけん、多分ここがカタカナよね。ライン、く、ん、お、やゆよ、よろしく、ね。オッケー。はい。わかりました。誰かに出会ったら忘れずに伝えます。ほいほい。台湾さんの方に似とんかな。では、行ってきます。行ってらっしゃい。ラインは立派に旅立っていきました。お、よかったよかった。記念にこれをもらってください。アルバムかい？てか、こういうのってさ、記念に自分たちが取っとかんといかんのじゃない？ねえ、私に渡されましてもって感じやけど。おー、生まれたてのラインくん。あれやね、台湾さんも結構、髪型も多分台湾さんより、当たり前やけど台湾さんよりなんやろうけど、台湾さんよりもちょっとなんかトゲが目立つような感じのね。さらにアニメチックな髪型になってたよね。いいね、仲良しやね。あれか、ここの二人は、そんなに奇抜な格好とかも、してないけん。まあ普通に、あ、でもこの台湾さんの格好はちょっと派手かもしれんけど。あ、でももう普通かな。子供服とかも変えたらいいのにね。赤ちゃん用のさ、買って着させてあげられたりとかしたら面白いのにね。多分みんな一緒やろこれ。おお。転んでも自分一人で立ち上がる強い。あ、あとこれ赤ちゃん男の子と女の子でアルバムが違っても面白いなと思うんやけど。だって絶対する遊びとか違ったりとかするやん。女の子は着せ替え人形とかで遊ぶかもしれんけど、男の子は変身ベルトとかで遊ぶかもしれんやん。私小さい頃から戦隊ヒーローとか見よったけん、一概に分けれんけど。この頃は髪型全然違うんやね。まあ実際も髪型とか変えるやろうけど、そりゃそん時そん時で。仕上がった。
いいね、楽しそう。私この最後のさ、ホームビデオ、このシーンが一番好きなんやけど。いいよね、なんか仲いいんやなっていうのがわかるやん。近すぎるってば。もっと離れなさい。ほい。さあ、それじゃあ、マンション行ってみよう。もうなんか早速喧嘩したんやけど。もうなんか早速リカちゃんが喧嘩してたよ。今回ハートマークはないんやね。どこと喧嘩したん？せつなさん？いや違う、怒ってないね。シッシーさんかな。ここはそっとしておこうか。あれってことは一軒家の方ってこと？リカちゃん入るよ。どうもどうも。腹が立つこと、どうした？アキちゃんと喧嘩。ってことは家の方に帰っとんやね。仲直りして。イライラを沈めてあげよう。それじゃあ、焼き芋とかどうよ。ほい。どうぞどうぞ。いただいて。まあまあ美味しかった。まあまあか。ということは、ちょっと、アキちゃんの方行ってくるね。アキちゃん、アキちゃん。ここか。チャーリーさんとアキちゃん。お、なんかすごいのんびり、ゆったり、穏やかそうやけど。一人になったらイライラするんやね。ごめんね、ちょっと。チャーリーさんと幸せに過ごしとるところを。まあほら仲直りして。じゃあこのイライラを沈めてください。おっ、ちらし寿司が大好物なんやね。ちらし寿司あったかな。あ、あった。じゃあこれをいただきます。どうぞ。さあ踊れ踊れ。いいね、このドアップになる感じいいよね。大好物だったようです。知ってるよ。直しつきました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。しかもお腹もいっぱいになったね。さあ、どう？この間はごめんなさい。今とりあえず、アキちゃんの方はすごいハッピーやと思う。踊り狂いよったけん。おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で何がいいかな。体重計、そしてサッカーボールを返していただこうか。はい。道具、体重計をプレゼントしました。これにこれもあげます。なになに？実用品、万華鏡をもらいました。ありがとう。それは内緒ですけど、鏡に映った自分を眺めるのが大好きです。いやでもいいやん、自分に自信があるってことやろ。多分自意識過剰はいかんかもしれんけど、自信があるのはいいことだと思う。ガイタン君とネムちゃんは晩御飯の後って感じかな。お、ここはもう寝る時間？お、子供の歯磨きをしてあげよりやん。優しい。え、椅子に座っとんやね。なんか身長高いと思ったら。ここで子供の顔をもっとアップで見たいんやけどな。ほい、そしてアスムとユニポンちゃん。ラブラブだな、いつも。はい、ノア君とアッタン。あ、いいね、いいね。やっぱね、それぞれなんか家の雰囲気が違うけど面白いよね。台湾さんとライチちゃん。子供が旅立ったからまた二人に戻ったね。お、ヨシハルくんがお風呂中。ここのお風呂なんかカラフルやね。なんかいいね。子供が好きそうな感じじゃない？
はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあどんどん入れてって。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。はい、それじゃあ、お、なんか二人でパソコン中？二人でじゃないね。一人が見よるだけか。ほい、それじゃあ、レイさん入るよ。お、ゆうなちゃんと一緒。あ、ゆうなのそっくりさん、1ヶ月もどこに行ってたんですか？一ヶ月も経った。お久しぶりです。お腹が空きました。お、お腹が。それじゃあ、ポトフでも、まだね、ちょっと肌寒いけんね。って言っても前みたいに寒い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 とかじゃなくって、あ、今日ちょっと肌寒いなぐらいの感じの日が増えてきたかなって感じはするけど。お、好物2位に入ったポトフ。やったね。忘れたはずの？なんかの表紙で思い出してしまう感じのってことかな。どんなんやろ、よくわからん。多分今忘れとる状態なんやと思う。はい、それじゃあマキさん入るよ。お、こっちはワンちゃんや。あゆなのそっくりさんですよね。ですよ。大丈夫、合ってるよ。お腹が空きました。みんなお腹が空いてるのね。ほい、すき焼きでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どう？まあまあ美味しかった。まあまあか。人前ではカッコつけていないタイプです。まあ、基本的にみんなそんな感じじゃない？いやまあでもあれか、ボケたがりとかおるけんね。そういう人はカッコつけてはないんか。ふんふん。はい、それじゃあゆまぴーちゃん入るよ。なんかこうやってさ、歩き回りながら本読みよったらなんかあれじゃない？なんか台本覚えよるみたいな。お、てかめっちゃ満腹やん。何食べた？給食？まさかの。私の時給食そういう感じのさ、牛乳じゃなかった。てかパン直置きやし。牛乳は牛乳パックやったし、パンはちゃんとお皿の上に乗っとったよ。あ、でもパン、今思えばあれか、別にお皿の上に乗せとったけど、袋にはちゃんと入っとったけん、別に乗せる必要はなかったんよね。え、なれるやろ。趣味違う友達の方が多い気がするけど。まあ、そりゃ趣味で繋がった友達とかはおるやろうけど、うん。別に、趣味の会話しかせんわけじゃないけんね。てかむしろ趣味の会話の方がせん気がするけど、普通に日常会話とかじゃないの。あと学校とかやったらね、共通の知っとる先生の話とか、バイト先やったら、バイト先のお客さんの話とか、店長の話とかそんな感じ？アイちゃん入るよ。そんなに経ったのか。お久しぶり。おー、レン君。ふんふん。いいんじゃないかな。相性バッチリ。ちょっと気になってきました。ぜひぜひ仲良くなって。何でも後回しにして、忘れてしまいます。そうだよね。後からやろうって思ったら忘れてしまうよね。てか私の場合さ、メモを取っといてもさ、そのメモを、どこに置いたか忘れたりとかさ、メモを見ることを忘れるけんさ、意味ないよね。ふふ。けん、多分、何？ちょこちょこメモを見る習慣っていうのをつけんといかんよね。ほい、それじゃあ、何がいいかな。シャボン玉セットでも。そして、ルームランナーを返していただこうか。ほい。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。ほい、それじゃあ。
さあ、夜一。お客さん、すんなれし、してない。さっきまで部屋にいたのに瞬間移動。ぜひ買うよ。アルマジナ、初上陸だよ。初上陸。で、ガイドアリス。ってことは珍しいものがきっと入っているはず。一つ目の中身は、お宝ネジが入っていました。二つ目は、おお、インテリアライブハウススタイルが入っていました。これあれよね、前まで台湾さんが住んだとこやろ。三つ目の中身は、お、服、ニットベスト、ネクタイが入っていました。なんか春日みたいやね。ピンクのベストっていうだけかもしれんけど、パッと春日って感じやったけど。はい、それじゃあ浜辺誰かが、寒くないかい？この季節、この時間。寒くないかい？なんか、さきちゃん、眠りにつこうとしよるけど危なくない？寝ちゃダメだっていう世界じゃないかな。そこまでじゃないんかな。はい、それじゃあ、えなっち入るよ。めっちゃ呼ばれよる、あたし。アリナのそっくりさんと遊びたいです。遊ぼう、遊ぼう。トントン相撲。フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。ほい、スタート。はい、キョイ。残った。押し出し、押し出し。あ、押し出されそう。いけ。牛耳さんは誰？モカタン？あ、やばい。おー、やったね。倒した。ありがとう。じゃあ中くらいのお宝、しゃもじをもらいました。ありがとう。いいね、いいね。心の友と書いて親友。ほい、それじゃあ柿でも。ほい、どうぞ。なんか昔結構さ、いろんな感じの親友がなんか流行っとったっていうのもなんかあれやけど、なんかそういうのが結構、何、みんな考えたりとかしよったよ。心の友、新しい友、真実の友とかなんかいろいろ。ほい、うおー、そっか、ひよりちゃんは燃えているんだよな。そっとしておこう。ひらめさん入るよ。一緒に遊びませんか？遊ぼう、遊ぼう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。ほい、スタート。モザイククイズ第1問。定点。これは何でしょう？枝豆。答えは枝豆でした。イエーイ。モザイククイズ第2問。定点。これは何でしょう？洋梨。答えは洋梨って食べたことないんやけどさ、普通の梨となんか違う。味が薄いかなんかって言ったかな。モザイククイズ最終問題。最終問題。定点。これは何でしょう？何あれ、口紅かと思った一瞬。牛乳？答えは、そういえばさっきなんか給食の牛乳上の方赤かったよねって思ったけど全然違うよ。何あれ、コルク？おめでとうございます。ありがとう。私あの銭湯とかにあるさ、牛乳、あれなんか上ペリって剥がすやんか、あのペリって剥がす感覚が好きなんやけど。お宝つづらをもらいました。ありがとう。マトリョーシカ方式やね。はっきり言いすぎてたまに人も傷つけてしまいます。まあ、ほら、オブラートに包むっていうことも大事よ。はっきり言うことも大事かもしれんけどね、多分ね、大人になるにつれてオブラートに包むっていうことが大事になってくると思う。いただきます。何でも思ったこと言うのって子供やもんね。まあまあ美味しかったようです。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、何がいいかな。ヨガ入門書。ほい、どうぞ。なんかこの雰囲気に合っとるかなと思った。ほら、なんかいい感じじゃない？
なんかいい感じじゃない？雰囲気が。うんうん、そう。いい感じ、いい感じ。部屋に合ってる。はい、それじゃあ、まどのんちゃん入るよ。あ、猫の鳴き声が。あゆらのそっくりさん、どこかに旅行してたんですか？いいえ、旅行はしてないんやけどね。なんかちょっと操られて魔王に。お、くしゃみ、手伝うよ。くしゃみ。羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。ほい。さあ、私に任せなさい。私に鼻を委ねれば大丈夫やけんね。鼻を委ねるっていう言葉があるんかどうか知らんけど。すっきりしました。イエーイ。ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれもあげます。なになに？実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。湯の靴下に穴が開いているのに気づいちゃいました。そういうのって気づいたらどうする？言ってあげる？あの、靴下に穴ぐらいやったら言うかもしれんな、私。ね、言うかもしれんね。ほい、それじゃあ、ローストビーフをどうぞ。いただきます。なんか、お、そっち。そっち、超大好物かと思ったよ、今。苦手な方ですか？てか、超苦手なやつ、もしや。ごめんね。超苦手なのか、ローストビーフ美味しいよ。美味しいんだよ。ごめんね。猫で癒されて。ほい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。8時になりました。ミーニュースをお伝えします。ほいほい。新製品のニュース。吉春雨が発売。本日、吉春雨が発売されました。金太郎雨的なあれね。吉春雨は、それの通り、吉春ちゃんの顔が描かれた雨です。この雨も購入したレイカちゃんが、慣れても慣れても、吉春ちゃんのお顔なので、ちょっと飽きた、と語っていました。飽きないで。でも、お顔ってなんかちょっと丁寧な言い方やね。誰かに知らせないと。結局、それは、儲かる話なの？さあ、儲かるんじゃないの？儲からないのかな？ブームになれば儲かると思うよ。ありがとう。昔は金太郎飴とか買って舐めよったな、なんか。でもなんか砂糖の塊って感じの味よね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかさっきルキアくんがすごく呼んでいたような気がするけど部屋の電気消えたよね。